どうもこんにちは、スタジオ24の稲坂です。3回目ですね。ちょっと最初の一番最初の時に僕言ってなかったんですけど、この話もしとこうかなと。原型師は 3D を覚えるべきかっていう話ですね。もともと、もちろんね、例えば今、フィギュアの専門学校に入って、初めからデジタルの、フィギュア制作を、フィギュア原型の作り方を学んで、デジタル原型師になるって人もたくさんいると思うんですけれども、一方で今までアナログで作ってきて、で、やっぱり圧倒的にデジタルの方がスピードが速いし、で、メーカーの側から言っても、デジタルで納品されて、たものの方がデータがあった方が便利だったりするんですよね。修正も入れやすいし、例えば商品の展開によってはサイズを変更して、例えば普通だったら20センチサイズのものを通常の商品としてリリースするけれども、小さいサイズのものを別のラインナップで出したいみたいになった時にデータとしてあった方が便利なわけなんですよね。まあそういった事情もあるので、アナログ原型師だった人も 3D の技術を覚えて、今3D 原型師になっていくっていうパターンも、まあたくさん見ますし、もう皆さん本当によく勉強されてるなと思うんですけれども、その中で、今後、原型師っていうのはやっぱりそうやって同じように 3D のを覚えていくべきなのかっていうことについてちょっと考えたいんですよね。もちろん今までもこれまで覚えてやってる人っていうのはもうそもそも先行者メリットもあると思うので、そこに対してどうこうっていうのは全くないんですけれども、ただまあ今から3D を覚えるなんて僕も覚えようと当然覚えなきゃいけないと思うんですけれども、覚えるとしても後追いなんですよね。こっから先っていうのはスピードが速い技術を獲得したところで、それによって勝てるかっていうと、まあちょっとわからないなと。もうスピードっていう点ではもう先に入ってった人で、後から技術は進歩していくっていうのもあるので、今から覚えるのはどうなんだろうっていう気持ちっていうのはあるんですよね。で、それは今負け惜しみ的に言ってるわけではなくて、実は僕10年前に、やっぱり同じように 3D が来るぞっていうことで、やっぱちょっとすごいもうその当時 3D 原型やられてる、もう一流の方がたまたま身近にでお仕事一緒にさせてもらってまして、ちょっとね、そう同じような危機感を抱いている先輩の原型師さんとかにも僕が声をかけて、ちょっとお金を出し合って講習会を開いてもらったんですね。3D 原型っていうどんな風にやって、データをどんな感じで作ってどんな風に出力してるんですかっていうので、で当時で講習会開いてもらって思ったのは、もう無理だと、これは技術的に無理だと、どうしようってまず思ったんですよ。もう実際ソフトも買ってやってみたりしたんですけれども、難しいんですよ。今だと粘土を作るような感覚で、デジタルで作っていくようなものソフトもあると思うんですけど、当時は例えば僕がシェードっていうソフトがあって、それはなんていうのかな、線と線を引っ張って、立体を作っていく。ポリゴンを昔のバーチャファイターみたいな、平たく言うと、バーチャファイターみたいなポリゴンを作って、それをどんどん細かくしていって立体にしていくっていうソフトで、これ難しいんですよ。で、多分これも立体のことが完璧に分かってる人、完璧な頭の中でイメージできないと作れないし、そもそもが。で、そのソフトもめちゃくちゃ難しいと。で、加えて、出力も大変だったんですよ。実際に立体にする作業ですよね。今だと、積層って言って、光硬化樹脂みたいなので、グイーンと、何もないところから樹脂を注入していきながら、立体が積層されて積み上がってできていくと。で、昔はその積層の断層みたいなのが結構出てたんですけども、機械によってはそういうのもほとんどないような、高性能ものも出てきてるんですけど、今、そっちが主流ですよね。ただ、まあ、10年ぐらい前とか、その講習会で聞いた時っていうのは、何ですかね、削り出し、切削っていうんですかね、の 3D の出力機が、主流っていうか、そういう主流でして、で、それすごく難しいんですよ。ただ、待ってればいいわけじゃなくて、例えば、まあ、削りやすい素材、ケミカルウッドとかいろいろあるんですけど、それを、例えば、
あの、どういう角度で入れて、この造形面を出すためにはちょっと角度、設定を変えてまた削るみたいな、あの、削る角度みたいなのは決まってるので、その機械には。そのコントロールもあって、ものすごい難しいぞと。これすごい職人仕事だな。これどうしようと思った時に、いや、ちょっと待てよと。これ無理だし、あの、ただよくよく考えてみると、技術っていうのは、下がることはないので、必ず進歩していくだろうなと。今までいろんなものを見てもそうだから。進歩していって、必ず降りてくると、自分たちのところ。そこまで一旦待とうって一瞬僕なんかちょっと怠け癖があるんで、そう思った時にもう一回思ったんですよ。いやいやいや、待てよと。そこまで待った時にはみんなできるぞと、それは。みんなできる状況になった時に、それを覚えて、それ意味あるのかっていう、あの、疑問にたどり着いたんですよね。それを考えた時に、いや違うぞと、これ。いや、ちょっと自分に対してすごい、疑問が湧き上がってきて、3D という技術を今すぐに学んで導入するならいいけれども、それがもしできないのであれば、降りてくるのを待つのもちょっと違うし、やるべきことは違うんじゃないか。で、始めたのが、この生産体制を作る。すぐに真似できないこと。技術が進歩して、いろんなテクノロジーがみんなに行き渡った時にもすぐには真似できないことをやろうっていうのも、この今やってることの始まりだ。例えば土地買うとか、建物建てる、設備入れる、人雇う、で、ネットワーク作る。いや、できないとは言わないですけども、時間かかるじゃないですか。で、それをじゃあちょっとやろうっていうことを考えたのは、実は 3D なんですよ。3D に対する挫折からですね、ある意味では。で、そのから、まあ、10年以上経ったんですけど、正直僕が思ってるほどはまだ簡単にはなってないですね、今。ふと、どうかなと思ってやろうとするんですけど、まだ、デジタル苦手な僕はちょっと、あ、やばい、難しいっていう状態で、ただ僕はもっと簡単になっていくと思ってたし、思ってるんですよね。だから、同じように今、現在の立ち位置になった時に、ちょっと話を戻すと、3D、原型師が 3D を覚えるべきかってなった時に、もうすでに後発なんですよね。今やる、今から始めるっていうことは。それで、そして技術は上がっていくので、それを待つのか、もう、そのすぐ先の場合によっては、もうもっともっと簡単になった時に、スピードを求めて、その 3D を獲得する意味が、果たしてあるのか。これちょっともうこっからは予測の話になってくるので、人それぞれでスタンスが違いますし、それぞれで考えられている、事業の未来予想によっても変わってくると思うんですけれども、ただ、後発であるっていうことはもう間違いない。で、だから 3D を覚えるべきかっていうことに関しては、今から覚えるようと思っている方、今から覚えるっていうことに関しては僕は懐疑的です。とっても疑問があります。だから 3D を覚える以外の勝負をちょっと考えていきます。ちょっと悩まっちゃいますね。というわけでまあこれぐらいにして、次回ですね。ではまた。